うまい。さあ。ナイスキャッチ。ナイスキャッチ。最後はね、やっぱりその場にいてコントロールというよりもちょっと前入りたいです。一歩だけでいいんで。はい。わあ、うまい。ナイス。お願い。あら、私すごく上手い。上がった方がいいですよ、今。あのロブ上げてダイレクトで取られたらそこでいいですけど、抜けてワンバンしたらもう行っちゃった方がいいです。はい、ナイスキャッ。おー、ナイスショー。はい、ナイスキャッ。はい、やべ、ナイスショー。それはやばい。そう、打つなら打つで、はっきりと。お願い。オッケー。お、前。ほら、これしっかり。さあ、ちょっと遅かった。ちょっと遅かった。抜けたら出る。うん、そう、抜けたら出る。はい。うわあ、うまい。ナイスショー。で、今の速いペースだと多分僕ついていけないんですよ。パンパンってきちゃって、ちょっとゆっくり沈めてもらった方がいい。はい、そう、そのぐらいのペース。ナイスキャップ。お、惜しい惜しい。いいよ、ゆっくりの方がね、あのポーチ出やすい。そう。オッケーオッケー。今のペースの方が多分パートナーを動かしやすい。で、たまに早く打ったりゆっくりしたり、そういう感じで緩急緩急。はい、次お願い。あそう、左利きや。ナイスショー。わあ、うまい。うまい、ナイスショー。ラスト。ナイス。うわ、こっちでよかったです。そうね、ちょっとそう伸びのあるロブだったんで、ちょっと決めたくなっちゃって。あれがそうね、あの前にボールが見えたら打っていいんですけど、ね、上とか後ろに見えたらちょっとディフェンスですね。気持ちが出すぎちゃった。やったと思った、打ちたいって思った。今ちょっとね、1個ありましたけど、パンパンってやられたやつ、あれ僕というか別に誰でもそうですけど、多分早くていけないんですね。ポーチ行くにも、あ、早い早いで、早いからもうパンって打たれても、わあ、もうやられたって感じになっちゃうんです。だからゆっくり沈めるっていうところができれば、前衛、まあ要は後ろ、後衛の人の立場で言うと、早いボールではなくてゆっくりでも沈んでれば、パートナーをポーチに出させやすいっていう環境を作ることができます。で、あとは早いボール打てるんであれば、もちろんもったいないのでどっかで打たなきゃいけないですけど、コートの中に入れましたとか、あとは高い打点で打てました時は、あの全然打っちゃっていいと思います。で、どこにっていうと、あのクロスのやっぱり、ネットより低いところで取らせたいんです。ここはもう僕多分ここで決められましたよね。ここ多分ハイボレーに来て確実にポンって叩けるから決められちゃった。だけど早くてこの辺に来るボールは多分ディフェンスなので、そしたら僕に
打たれるってことはない。だから速いボールもちょっと沈めるって意識が大事だし、まあ、あとストレートも打っていいと思いますけど、ストレートもやっぱ沈めるっていうことなので、まあ、緩急をつけれるであればやっぱり球だけではなくて緩も必要だし、まあ、緩の中にも緩急が必要になってくる。緩い、さらに緩いでもいいし、緩めのちょっと速いでもいいと思う、まあ、うまくこう緩急をつけながらやっていきましょうか。アウトか。そうね、存在か。そう、赤着てると目立ちますよね。アウト。勝負服。前に行くときですか。なんか私打ちすぎとか、うん、なんかいろんな人と組んだとかしてる。うわやばいこれ。打ちすぎってあれですか、ペースが速いってことですか。なんか押し込んで上がろうと思って、このなんかバーンって打って上がると縦ロボがポヨンって大体来る。うん。だからもうちょっとその緩めて上がってとか言われると、相手が逆に打ってくるってやつをこれしなきゃいけなくなるから。まあ、そっか。まあ、そこ難しいところですね。あの、多分深いボールがいいと思うんですね。深いボール。上がるなら。そう、上がるなら深いボールか、わざと短く打って、相手がこうなるようなボールのどっちか、どっちでもないボールは多分打たれたり、ロブとかあるんで、そこはちょっと気をつけなきゃいけないですけど。まあ上がる、なんとなくのボールの質でいいと思うんですよ。ただ深さか、まあ、めっちゃ短いかっていうの、それははっきり。あまり角度はつけない方がいいですね。うん、角度つけると逆に相手が角度つけれちゃうんで、まあ、リスクが高いですよね。お二人レシーブでいきましょう。おお、おお、焦ったな。おお、ナイスサーブ。いいコンビネーション。多分今のゆっくりしたボールだと出やすいですよね。今の感じでいいです。おお、ナイススマッシュ。おお、やばい。
個人プレーが始まる。今最後のはあれはどっちもです。どっちも取る準備をしとく。うん、お、いい色だ。うん、全然あのそれでもいいし、わあ入ってる。まあ、ただセン、まあ、最後のはセンターだったんで、あれはもう2人で止めに行くべきなので、まあ、だから2人とも反応してた方がいいし、あの、まあ、何もう両方ともラケットガチャンってなってもいいから、両方とも取りに行った方がいいですよね。はい、あ、ストレートはもうセンター空いてますからね、こっちが。あ、ナイスだ。ポーチのコースがまず悪かったかな。あれ低くて押されちゃってるけど、どうしたサイドですかね。あれはもうあのそのまま走ってって、あっちでもいいですね。あのそのまま右に右に、あの、いや、ディフェンスだからそんな関係ない。あの例えば左、自分が右に走ってんだったら右に打った方がいいんですよ。そこが楽です。うん、右に動いてって左に打つっていうのは結構難しいんです、実は。一言、まあ多分そんなにあのずれ説明した通り、あんまり難しいことではないと思います。だからプレーしたら難しいですけど、基本的にああいう感じで、センター打って、まあ、例えば A さん B さんいたら、 A さんが取ったら A さんの側のサイドが絶対開くので、まあ、そしたらそっち打って、じゃあそしたらその次はセンターか B さん側のサイド打てばいいですから、まあ、そういった形でどんどん相手を動かしていく、相手を動かして、でより大きいオープンコートを作って、で確実に決めていくっていうことができれば、まあ、かなりその要するにラリーを支配しているっていうのが、まあ、そういう立場にはなれるかなと思いますんで、まあ、なんか一発で決めようかなっていうのは何回かありましたね。決めたいって気持ちがその出過ぎてしまって、全然空いてないのにそこに向かってバンっていってしまう、で結果的にミスか、まあ、決まるかわからないっていう状況ではなくて、基本的にはやっぱり動かしていって、より広いオープンコート作って、そこに確実に決めるっていうのがあのできるといいかなと、まあ、よりスマートというか、まあ、相手からしたらああやられたって感じになりますよね。なので、まあ、そういう、うまく組み立てて決めていくっていうのは基本にしていく。で、まあ、その中でのセンターセオリーっていうのを今日やりました。であとはまあその相手を動かせてないんであれば、もう最初はセンターです。だから例えば最初センターにボレーって言っても、センター行かなかったの何球かありましたよね。じゃあ次はって言ったら、じゃあもう一回センターなんです。でセンター、またセンター、相手がセンター寄ってない、じゃあもう一回センターなんです。で、あ、寄った、そこから初めてサイドっていう風に展開していくので、まずしつこいぐらいセンターで、まあ、それで2人ともお見合いして、スルーしてくれるかもしれないし、まあ、取ったら取ったで、カバーが早かったらまたセンター打てばいいわけですからね。まずはセンターに打って、そこから展開を始めていくっていうのをちょっと頭に入れておくといいかなと思います。だ、隙がない相手は一番センターが隙があるので、まあさっきも言いましたけど、もうそこしかないので、センターにしか打つ場所はないって考えたら、もうそこに全力注げばいいわけなので、迷ってる時間がちょっともったいないですよね。多分そこに打とうっていう風にすればいいかなと思います。まあそんぐらいですかね。まあ、それをずっと長い時間かけて言ったっていう感じです、今日は。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。